あと1回。さあどうだ、最後いるか。それではナー3曲開始です。皆さん手を開けてください。さあドラはローマン、親がやってきました。ナー3曲親ということ、最後の親番です、うんうん、現在6700点。かなりいいの来ましたね。やっとここまで辛い展開が多かった。はい、苦しかった。苦しかった。なのでここは目いっぱいに攻めていきたいですね。そうですね、うん、もう薬杯も先にパンパン切って、パンパン。ちょっと待ってよ、なんなん、うん、こういうので合わされ、トップに合わされるのがすごい嫌なんですよ。話違うよね。この一打だけでちょっと嫌な気持ちになりますよね。そうですね、ハイパー良さそうですね、うん、だって親の現物で自分重なればダメなんで、切る理由全然なかったじゃん、はい、って思うよね。はい、はい、ちょっと不安です。 でも手は悪くない。今の数番引いたことによってね、ちょっともう左に行こうかな。はい、ニャンマンが出てきてます。はい、今回はリーチ手順でかなり行きたい手。そうですね。でこれ浮けは泣かない。浮けもは泣かないですね。泣かない、これは泣かないかな。うん、頑張って。泣かないけど相当下車が早そうなんで、ね、もう嫌な情報ばっかり。なんかやっぱ読めすぎちゃうとダメですね、うん、読めすぎると相手の速度感も分かってちょっとテンション下がりますね。そうなんです。いや、じゃあ鈍感力も大事かもしれないですね。うん、でこれでもやっぱパーピンかチーピン持ってるの確定したんで、はい、今手出し9ピンでした、はい、リャンワンよりも必要だったってことですね。そうですね、リャンワンよりもあの安全牌のないよりも必要だったで、9ピン周りは絶対持ってますね。7か8あるやないかってことですね。そうですね、うんうん、まずいですね。何度も言うけどまずいです。実際このね、自分の手の進行のね、あの考え方だって大事なのに、周りの3選手のこともしっかり読んでいくと本当に脳みそ大変ですね。はい、でももうこなれてる。あ、カンパーピン外してる。見えた見えた。やっぱチーピンかパーピン持ってますよね絶対、うんうん、でカンパーピンを外した、この馬強がない状況でカンパーピンを外したってことはペンちゃん持ってないですよ。もうペンちゃん持ってないですよね。リャンメン様たちで溢れてるから。リャンメンかカンちゃんかリャンカンか、うんうんうん、うちに寄ってる系のってことですね。そうですね、終わりが近づいてきてなんでまだいいピンね、いいピン、うん、これはでも数ピンとか引いてね、引くのもね、ちょっと数ピン引きも逃せない。でもマックスでいっぱいに、はい、これはなんかこう、なんですか、基本役割だったらトップ目はリーチ来ない。来ないです、うんうん、リーチって来た時は役なし、打点は分かんないけど役がないことが多い。はい、そうだと思います。気になってる、一番気になってるのは下茶。はい、あとの2人もスーパーは切り出してはいますが、うん、まだまだ分からない。分からないですね。ああ、トーンは俺の現物で切ってきたんで、トイメですね、はい、ちょっとやっぱり形は整ってきてそうですね。今度はチュンションパイ重ねたかったのかどうなのか、はい、少しずつ来てるんですけど、結局この愚形問題ですね。そうなんです。仕掛けをどう、今これどうですか、形変わって今仕掛けあります、これでもない。いや、これもう仕掛けますかね。ここですか。三品三蔵は泣きたいかな。でもこれ今ローワン切りがあって闇点とかも可能性あるんで、まあ、でも今ねドラ、はい、リャンゾー照らしだったんで、いで9ピンチーピンをノータイムで払ったってことはタイヤを受けってことなんですよね。だからリャンゾー切りのところには数層持ってそうなんですよ、かなり。おお、数層持ってそうで、これはこっちの方が危ない。チーが入る可能性があるんですね。大丈夫。あ、そういうことか。ピンズのこの下目のパーツで両面とか、うん、もうスーピンつもぎり怖いですね。いや、もうタイヤなら確定なんですよね。9ピンチーピンが迷いなかったから、一つそのテンポも含めしっかり見てますね。はい、あ、確定じゃないですね、うん、ピンフの両面イシャンテンとかはあるですね。はい、両面のイシャンテンはあるけど、受けたつが残ってるとしたらタイヤなんですよね。ヤンゾー照らしだからスーここ泣きます。泣きたい、ね、こっちはそっちは泣かない、ね、ない。パーピンは泣きますか、握れ、はい、でも景色良くなってる。そうなんです。はい、本当はね全部入れたいんですよ自分で。そうですよ、それはそうもちろんだけど、あーあーあーこれはね、関西ピンの打球良さそうなんですよ。でも両面だよ、両面の方が
それでもいいもの。それでもいい。あと、まあ、こっちが切りづらいんですよね。しもちゃんに泣かれたくないから、ちょっと絞り気味というか。ちょっと声可愛くなってきましたね。うん、ちょっときついですね。なるほど。なるほどね。チーバも入るか進むか。で、かみちゃんはちょっと想像の本質っぽくなってきたな、ちょっとだけ。想像高いですね。うん、てか全体的に。本当想像が高いですね。想像高いですね。皆さんお気にならない興味統一落とし、統一落とし入って出てきた。うん、まあ出てきたところで僕はもう行くしかないんでね。そうよ、はい、射点。もしウッパーピン引いたらカウンストレージしますね。そのしもちゃんの現物の方を切って、ね、ああ切った方がいい。泣かれたりローンされるリスクもってことですか、はい、今3ピン手出しでしたね。3ピン手出しでしたね。数ピン盤に3枚で3ピン短期ってことはないなかったですね。3ピン僕が通してるんで、もともとイメージもビーフ系って言ってましたもんね。そうリーチ来た。入ったのはそうか。おー、ここでリーチ。とりあえずですよ、これいろんな危機を今乗り越えてますね、すでに、はい、多分ご自身の中でアホだったら気づかない情報いっぱいありましたからね。本当ですか。はい、あ、いや、そうなかなぐらいで明確にやばいよって言ってて、うん、おやりでも先手で打てたと、はい、もし相手が張ってたとしても降りてくれるパターンもあるかもしれない。そうですね、はい、ラス目の親には打ちたくないだろう。どうですか。良さそうですけどね。パーティー上がっちゃってください。6000オールなんか来たよ、相撲切りリーチだって。中林さん、ちょっと待って、あの子何なんですか。これでも通りましたね。え、何、あの子何、あの子何ですか。あの子はやっぱ本一に見えるけどだ。名本、うん、高くていい町じゃないとこの槍に追っかけてこないんですよね。確かに不景の微妙なの絶対来れないですもんね。来れないんで高くていい町に出ますね。で僕の現物待ちでは絶対ないんで、現物待ちだったら、ね、闇天続行になるから、まあやっぱ想像の下でしょうね、本命が。はい、はい、やむそう。さあ冷静に場を整理した結果、これめちゃくちゃ危ないです。これは上がれんのか。耐えてる。危なすぎる。激圧。はい、どんどん濃度が下の方に下の方にと言ってますね。はい、やむそう一数層濃厚ですね。あの G があるか、白蓮茶シャンポンとかがですね、薬杯ね、うん、自敗系の、はい、まあ、ファイナルアンサーそのあたりでいいですか。はい、じゃあ掴まないようにやっていきましょう。はい、自分だって自信ありますよね。これいい街ですからね。あ、リアムソーダ、なんかもう減ったよ、減った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 。これはいいでしょ、右で、はい、うん、残り順目が減ってきて、あと2回ですか。中林さん、自信結構あってもおかしくないな街ですよ。いや、これいい街だと思ったんですけどね。僕だってね、うん、僕だって。そうよ、言っちゃってくださいよ。おやりに追いかけてくるんだから相当怖いですけどね。相当怖いですよ。でもリアンショーでしょ、リアンショーで噛みまくってるけどどうだ今、うん、しっかり相手の街も絞ってのこの思考。あと1回リアンショーか、ハクとなんかのシャンポンか、2択あたりですか、その、うん、OK です。その後にね、答え合わせもしていきましょう。はい、あそこから闇天ですからね。うん、でも白シャンポンだとあんまり追っかけてこなさそうなんですよね。やっぱりやむそうな気がするけどな。なあ、親に立ち向かってるわけですもんね。はい、あれ、なんだそれは。パーピン4枚見えてるってことか。パーピンか、パーピンが4枚見えてないとそんなに切ってこないな。パーピンないですね。ローピンパーピンない、パーピンない。はい、そこ統一なんだ。さあどうだ、最後いるか。あ、いたわ。いたおめでとうございます。ベンタンピンツモドラ6000オールです。裏が乗った、大復活、中林系、お見事。ローピン切ってきたってことはテンパってたってことだろうか。共通の現物ないのかな。いやちょっと待ってくださいね。答え合わせ占いしてみます。はい、はい、皆さん手配を開けてください。本当にリアムソなんですか。ペン三層。あ、三色のペン三層。三色赤。はい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 。あ、安牌がなかったのか、完全な。あ、スーピンが4ミリ。あ、でもダメか。パーピン。なるほどね。さあどうですか今回。そうっすね。メインホンじゃなかったですね。三色でしたね。ちゃん三色でしたね。
まあね、初手にゃんぴんから入ってますからね、うん、いいピンバさんでね、チニさんはちょっと読みにくいですね。うん、でもやっぱりこれ早かったですよね、めちゃくちゃ。いや、すごい合ってて、あの、終わったと思いました、私も。でしょ俺も終わったと思った、これ。いやもうね、あの、すぐ後継のイシャンテンでした、うん、彼は。なるほど、なるほど。はい、いつ闇店でローンされると思ってたんですけどね。はいはいはい、うん、まさか追いついて、うん、しっかり上がりが決まり、6000オールだとトップ見えますね。トップ見えますね、これね。なんと2着目に上がりましたね。かなり、はい、いい結果にはなったんですけど、読みも面白いな。中林さんの読み聞いてるとすごくためになりますね。面白い。ありがとうございます、はい、さあ親が続きます。次回まくることはあるんでしょうか。お楽しみに。